藤井健三は、神戸また、新日報記者、大日本帝国陸軍情報商工、大手前大学創立者、大阪府森口市出身。老いたち、藤井健三は1906年、兵庫県北川地郡森口町に、樋口家の長男として生まれた。幼い頃から、馬と自動車に興味を持ち、関西大学へ進学後は、馬術部で活躍し、 第4回全国上和大会では、個人3等で入賞している。神戸また、新日報記者時代大学卒業後、神戸また新日報に記者として入社するも、馬と車に情熱を燃やした。1932年ロサンゼルスオリンピックでは、バロン西の愛称で知られる男爵の西武一、陸軍中尉が、障害飛び越し競技で出場することから、自費通信員の資格を得て、 民間人で唯一の付き人として、同行と米ー担当記者として取材。オリンピック閉幕後には、ヒッチハイクでアメリカ大陸を横断し、ニューヨークまで旅している。陸軍将校時代日中戦争に応称して、新聞社を退社、中国戦線を戦った後、内地転勤を中部軍報道部の情報将校となり、大阪城内の第15方面軍、 中部軍管区司令部で陸軍隊員として終戦を迎えた。戦後、終戦連絡中央事務局と名称が変わってからも、そこで福音業務に当たった。教育者として、大阪城に近い大阪市中央区京橋前の町にあった旧陸軍商工クラブ開校者跡地に軍政部の許可を得て、女子教育の志を掲げ1946年4月に、 大手前文化学院を設立した。後に大手前女子短期大学が発足し、1966年に4年生の大手前女子大学への移行を経て、現在では大手前大学になっている。晩年自動車好きは晩年も変わらず、日本ポルシェクラブの第二大会長としても活躍した。1971年ランジュ法相受賞。 1977年君三等随法賞受賞。1982年、レジオンドヌール君賞受賞。AB、現代物個者、時点1991から 1993? p511http コロンスラッシュスラッシュ www.kansai-u.ac.jp スラッシュ nenshi スラッシュスポーツスラッシュリスト .php カインドイコール 1, t t 1柏木ワギ大手前大学の挑戦私学経営ナン、no. バー458大手前大学 L キャンパス通信人物誌、藤井健三。ありがとうございます